って言っていいのかな。はい、それではお待たせいたしました。ただいまより、スーパーマリオブラザーズ3の、RTA の方に移っていきたいと思います。よろしく、皆さんよろしくお願いします。はい、本日の、カテゴリーはね 100% ということで全面をクリアするという形になっておりますので、はい、そのね、スーパーマリオブラザーズ3、100%、走りますのがこちらの方です。はい、前場と申します。よろしくお願いします。じゃあもう本当にもう前場さんの方の、心と体の準備ができ次第スタートとなりますので、はい、どうです？もうすっごい緊張してますただもうね、はいはい、時間も1時間10分のゲームで1時間15分で出してるの で、ね、早速ね、はい、始めていければと思います。やっていきたいと思いますので、はい、それでは一応、まあ、マリオシリーズのお約束といたしまして、スタートの時に、まあ、カウントダウンするんですが、カウントダウンで54321マリオと、はい、ゼロのところでね、皆さんにマリオと、まあ、叫んでいただいたりね、叫ぶのはまずいのか今のご時世確かに、まあ、打ち込んでいただいたりとかしていただいてスタートしたいと思いますので、はい、行きたいと思います。それではカウント5からいきたいと思いますね、はい、5からいきましょう。はい、カウント5、4、3、2、1マリオ。はい、スタートしました。はい、じゃあ改めて実況を務めさせていただきます、竹林と申します。よろしくお願いします。まあ竹林ってちょっと鉄拳のプロゲーマーでも竹林さんがいるんでちょっと名前かぶってるんですが、プロゲーマーじゃない方の竹林で覚えていただければ助かります。さあ早速スタートしておりますが、まあちょっとね最初の方は割と安定した、プレイになると思いますので、今のうちにちょっとスーパーマリオブラザーズ3の説明をしたいと思いますね。皆さんスーパーマリオブラザーズ3というゲームを知ってるのがねちょっとよくわかんないんでね、説明したいと思いますね。スーパーマリオブラザーズ3は1988年10月23日に、日本国で発売されたファミコンソフトですね。国内での販売本数は、384万本ということで、この記録はあれですね、スーパーマリオブラザーズに次ぐ記録となっております。なのでね、ファミコンソフトでは、2番目に売れたソフトということになっております。まあ、なのでね皆さん触ったことは大体あるんじゃないのかなと、今の30代40代ぐらいの人は大体触ってんじゃないかなと思いますので、自分のねプレーと見比べてRTA のプレーはどんななんやという感じで見ていただければ助かるかなと思います。さあ、スーパーマリオブラザーズシリーズは、1、2と、出てまして、その、後継作として出されたのがマリオブラザーズ3ですね。1がファミコンソフト、2がディスクシステムで販売されて、まあ、こちらはどちらかというと元のゲームが一緒で、マイナーチェンジに近い感じのゲームだったんですが、マリオブラザーズ3はフルモデルチェンジと言ってもいいぐらい全くゲーム内容が違うと言っても過言ではないゲームに仕上がっております。しかも、まあ、任天堂さんがディスクシステムでその頃は展開してたんですが、ディスクシステム以降初のロムカートリッジでの発売となっているのがこのスーパーマリオブラザーズ3でございます。なんでね、まあ、任天堂さんもかなり社運をかけて出したゲームだと思うので、それだけにかなりの回収、改良というか、が進んだゲームとなっております。まあ、今、画面に尻尾マリオですね映ってますが、こちらが3からの新要素になってますね、尻尾マリオ。さらには、タヌキマリオ、カエルマリオ、キツマリオなど、さまざまなパワーアップバリエーションが用意され、さらにワールドマップ、方式も採用されており、まあ、この方式なんかはね後の、マリオワールドなんかにも生かされているシステムなので、非常に、今後のマリオシリーズに、先鞭を、つけた、作品といっても過言ではないかもしれません。さあそんなこんなでサクサクと進んでいきますね。やはりまあワールド1はねこの辺はサクサクと言っていただきたいというところで、さあここで砦ですね、1砦で、ここが最初のまあ見せ場というか、RTA 要素じゃないでしょうかね。 100% ルールですので基本全面はクリアはするのですが、ここでちょっと上の方に行かせていただいてちょっと失礼しますと、ここの宝箱で笛をゲットですね。こちらの笛を取りますと、まあ今後のそのマリオワールドシリーズなどでいう、オーブのような効果で、クリアとなります。そしてブロスを、うまく処理していきますね。この笛というアイテムはワープゾーンに行くアイテムなので 100% ルールでは本来使わないんですが、まあ、この砦に関しては笛を取った方が早いということで取ります。笛はワールド中全部で3本あるんですが、基本他の2本は取らないので 100% ルールにおいてはすごいレアなアイテムとなってますね。さあそしてここちょっとねトンネルという技にもチャレンジはしたのですが、まあ、ちょっとここはまあ安定を取っていきましたね。うまくあそこ、落ちていくところがうまくやると、全く何も触らずにスルッと落ちれるというね、ところだったんですが、まあ、被弾するよりはいいってやつですね。はい、ミスりましたまあね、マリオ3シリーズは本当にそのマリオ3に関しては被弾をしないのが何よりも重要なので、
被弾をしないように、チャートを組んでいくというのも、かなりマリオ3というカテゴリーにおいては重要な、こととなっております。さあ、トンネルもくぐり抜けて、さあぼちぼち、そうですね、1の6も終えましてという感じですかね。さあそして、最初の、お城に行きます。王様が犬に変えられてしまいましたと。マリオ3シリーズとしては、まあ、基本的にその7つの王国にある魔法の杖を、奪った奴らがなんか悪いことしてると。でしかも王様が動物に変えられちゃったよという、ストーリー内容になっておりますね。なので、まあ、今までのいわゆるピーチ姫がさらわれてうんぬんとはちょっと違う導入となっているのが、スーパーマリオブラザーズ3の特色となっております。さあそしてこちら飛行船ステージに来ましたね。基本、そのボス戦の前には飛行船ステージが入るようになっております。さあ飛行船ステージね、強制スクロールステージなんで、基本は走者の方は割とここでなんかうまく気持ちを整えたりしているイメージがありますが、どうなんですか、走者的には強制スクロールステージって。もうだいぶ精神が安定しますねそうですね、やはりマリオブラザーズ3本当にスピード感の速いゲームなので、こういうところでねちょっと気持ちを落ち着けていかないと。さあ土管に入って、さあ1ボスですね。こちらはラリーでしたっけ。さあ、ファイヤーボール10発打ち込んで終わりです。なおですね、これ補足情報なんですが、今すごい、ボスの、コクッパをサクッと倒しましたが、実はこのコクッパの動きがもうすでにパターン化されておりますと。まあ、城に入るまでの、まあ、ちょっとね秒数とかいろいろで、コクッパの動きを固定化できるんですね。なので、その固定化された動きに合わせてファイヤーボールを打ち込んで終わりという形なので、コクッパ戦は基本この流れを継いでいく形になりますので。さあそして、王様人間に戻ってよかったねというところで、ワールド1終了ですね。あ、ピーチ姫からお手紙も来ました。そしてワールド2ですね。さあこの辺から徐々に、えぐいトラップなどが設置されてきますが、さあここはうまく踏んで踏んでと。さあやはりこの P メーターですね、マリオ3において一番重要視されるのはこの P メーターと言われる P ダッシュと呼ばれる技ですね。これをいかにP メーターを貯めて P メーターを維持するかというのが、スーパーマリオブラザーズ3の醍醐味となっております。なのでね、このスピード感あふれるプレーがやはりマリオ3の魅力と言ってもいいでしょう。さあ2の2にいきます。さあ、まあ、P メーターの、ね、システムに関してはおいおいちょっとずつ説明はしていきたいと思うのですが、これがその他の、マリオシリーズと違って爽快感を生み出している要因となっておりまして、マリオのいわゆる普通のダッシュですね、こちらが、スピードが40サブピクセルで、動いております。まあ、このちょっとこのサブピクセルという単位に関しては、まあ、とりあえず一旦置いといて、まあ、40スピード40出てると。しかしこの P ダッシュをすると 1.4 倍ですね、56サブピクセルで動くということで、普通のダッシュの 1.4 倍でゲームが進んでいくんで、まあ、当然 RTA 要素としてはいかにこの P メーターを貯める、維持する、これが重要となっています。ただなかなか面倒くさいシステムになっているので、これを維持するのが本当に難しい。なのでうまく維持を貯めて維持するというのが本当にもう基本の流れですね。そして後半の面に行くにつれ、だんだん貯めにくくなってくるし、維持しにくくなってくるということで、さあここ、砦にはブンブンという、中ボスがいるので、こちらを倒してブンブンボールをゲットしてクリアとなります。さあまず2の砦を1をクリアして、さあここでスターを使用しましたね。マップアイテムですね、スーパーマリオブラザーズ3からの新要素のマップアイテム、こちらを使って、ブロスを倒していきました。さあこのねブロスがね、やっぱりマリオブラザーズ3においては最も重要な要素といっても過言ではないので、さあそしてここで、またそうですね、 P メーターを貯めてジャンプして、ノコノコ踏んでノコノコ持って、これはグリーンロケットという技ですね。はい、1年ほど前ですかねに開発された技で、グリーンロケットという技です。P ダッシュの感性を乗せたノコノコを投げることによって、あそこのブロックを普段より早く破壊できるということで、まあ、短縮秒数はそこまででもないんですが、まあ、かなり重要なテクニックとなっております。まあ、どうしてもやはりファミコンソフトですので、まあ、処理落ちとかラグと向き合わなければいけないので、まあ、その辺もねどう処理していくかもこのゲームの、醍醐味であります。そして、多分皆さんの、トラウマ面であればあるであろう対応面ですね。だいたいマリオ3をやってる人はだいたいここで一回心が折れてると思いますさあしかしここもサクッと、まあ、一応ね最後の方ちょっと対応の動きがランダムなので、ちょっとアドリブで対応はしなきゃいけないんですが、この辺も危なげなく抜けていきます。
さあそして2の5へと移っていきます。まあ、この辺も基本は P メーターを貯める作業から入ります。なかなか溜まりませんがここで溜まりましたと。両手を広げた状態が P メーターが溜まっている状態ですね。あとはこの音で分かると思いますね。さあこのスピード感です。まあ引き合いに出しますとそのマリオワールドのマントの飛行速度が最高速が、51サブピクセルとなっていますのでマント飛行の最高速より5サブピクセル速いというのがこの P ダッシュの特色でありまして、まあ、なので見てから対応することが非常に難しいというのが、マリオ3の RTA の特色となっております。なので、ね、この、ね、スピード感に皆さん酔いしれていただきたいと。さらにこのファイヤーボールでパックン焼いてブロス焼いて最後のブラスもしっかり焼いていきますね。ブーメランブロスをしっかり焼いてクリアとなります。この道目が早いんですよね本当になんでね多少ね前場さんにちょっとお話を伺いたいんですが、まあ、なかなかそうさせてくれないゲーム内容となっております。さあそして今ちょっとねブロス面に入る前にキノコの家を通り過ぎたと思うんですが、基本 100% ルールとは言っていますがキノコ、ピノキオハウスですね、あとスペードとか のトランプマークのマスがあるんですが、あそこは基本入りません。いわゆるなんていうんですかね、敵がいる場所ではないので、そこは入らないでいきます。ただそれ以外の、ステージはすべてクリアしていくというのが、100% のルールとなっております。さあここもね、うまくメットを投げた瞬間には当たり判定がなくなるということを利用して直前に、ブロックを割ったりというテクニックを使ってしっかりと最速で抜けていきます。そして最後のブロスもしっかりファイヤーで焼いてクリアと。さあ。というわけでねもう2面も早くも押し迫ってまいりましたということでボス面ですね。今度のあら雲に変えられちゃってますね。一番悲惨な生き物に変えられてる王様かもしれませんねもはや王冠すらついてないですからさあなんと雲に変えられてしまいましたと。ちなみにあれですよね、あれリメイク版では各なんですかキャラクターが任天堂のキャラになってるんですよね。そうですね、ヨッシーだとか、はい、ドンキーコングジュニアだとかキャサリンとかもいます ね、 そうですね。なので、まあ、いわゆるこれはオリジナル版ですのでデス版ですので、はい、まあ、いわゆるああいう生き物に変えられているとかなりかわいそうな感じがします。さあそしておなじみの、飛空船ですね、飛行船。さあ、まあね、飛行船構造は多少変わるんですが、まあ、基本はこの、ね、キラーとかが飛び交う中やっていくという感じで、まあ、先ほど走者もちょっと休まるとは言ってたんですが、まあ、言うてねやはりキラーが飛び交ったりとかね砲弾飛び交う中なので完全に休むというわけにはいかないんでね気は抜けません。まあ、これが癒しって言ってる時点で、まあ、そもそもおかしいよねという話になるんですけどさあそしてここら辺でプーですね、このデッキをしっかり倒していきます。まあ、先ほど言ったかもしれませんがマリオ3は本当ラグとの戦いなので結構敵を処理していくっていうのも大事だったりはするんですよね。まあ、強制スクロールなんでそんな関係はないかもしれませんがしっかり処理していきます。さあそしてボス、今度はモートンですね、こちらもしっかりパターン化できているのでファイアボール10発で倒していきます。さあそして魔法の杖を取り返しましたと。どうですか前場さん、ここまではめっちゃいい感じですよかったよかった、はい、はい、前場さんもにっこりでございます。さあまあね、前場さんはねやはり、スーパーマリオワールドなどやスーパーマリオ3で、数々の世界記録も出している走者ですので、ただねやっぱこういう人前で走るというのはまた違いますからね、緊張しますよね。ちょっとずつほぐれてきました。ほぐれてきました、はい、それは良かったです、安心しました。自分も喋り続けた甲斐がありましたありがとうございますさあそしてワールド3へと移ってまいります。さあいきなり水中からスタートですね。まあ、水中面に関しては基本、まあ、マリオプレイヤーで好きな人がいるのかって言われる感はあるんですが、さあ上からスーッと抜けていきますね。ここあそこに本当なら、キノコがあるんですがここは取らずにスーッと、まあ、最速でいきますよと。さあなのでこれで3の1クリアと。さあ貪欲に P メーターを貯めていきます、はい。さあ3の1あたりから徐々に、難易度も上がってまいります。さあさらにブロスの動きも厄介なことになる。さあ3の2、ここ今タイミングを待ったのは、このリフトのタイミングを見てたんですね。すぐに走り出さずにリフトのタイミングを見て P メーターを貯めると。あれ最速で行ってしまうと P メーターがたまらないので P ダッシュができません。さあパックン焼いてしっかり土管にインしていきます。最速インですね。土管に入るときはなるべくジャンプで入りたいと。これ P メーター維持の、まあ、ちょっと細かいテクニックの部分なんですが、そうですね、P メーター関連の話になりますけど基本そうですね、まあ、いわゆる16フレームルールと256フレームルールというのが存在してますので、
まあ、後々その辺の話も出てくるかもしれないし、してる余裕がないかもしれない。さあここもしっかり駆け抜けていきます。ここ本、ね、本当はスターとかを取ってちゃちゃっていく面だっけここ。さあまあなんでね、ここもしっかり P メーターを貯めてクリアと。P スイッチを出して足場を。P スイッチのところ。はい。出す面ですね。すいませんね。さあ、間違ったこと言うと前場さんが適宜フォロー。走者になるべくフォローさせないようにね実況していきたいと思いますけども。さあそして3取りでですね、3取りで1。さあこれは奥の扉に行きます。一応最速パターンは3個目の扉に入るっていうのが最速パターンではあるんですが、何せ1振れ技を要求されるので、まあ、やはりねこういうイベントでさらに、先ほども言った通り、まあ、やはり安定感を出すのがスーパーマリオブラザーズ3の RT の場合重要ですので、しっかり奥の一番奥の6個目の扉で正解取っていきます。さあそしてここでブロスも処理。今回は結構ブロスもいい感じで動いてくれて助かってますね。まあ、まだまだ3面なんで分かんないんですけど、この先ねブロスもいやらしい動きをしてくるんで、このゲーム本当ブロスの動きと向き合うしかないゲームなんで。さあ3の5ですね。ここは P ハネ使っていきます。 P ハネで上から落させていただきますと。もう水になんか入りたくないんですよと。さあ P ハネを使うとですね、普通の尻尾マリオと違ってこのステージにいる間はずっと P メーターが溜まってます。なのでずっと空を飛んでいられますし、 P メーターが切れることもないという特殊効果がありますね。まあいわゆるマップアイテムならではのその上位互換アイテムみたいな扱いになってますので、この P 羽の効果も後々いろいろ使ってきますので、覚えていておいていただけると助かります。さあなので1ステージ終わったので、もう P 羽の効果は切れてしまったので、いわゆる普通の尻尾マリオになってますね。なのでまた P メーターを貯めるというね作業が始まりますので。さあそして3の4に行きます。さあここは被弾ですね。これ今のは、その尻尾マリオを消すための被弾です。まあ、なんでタイムを出すというよりは P マリオをパージしたいと。もう脱ぎ捨てたいと。俺もういい年したヒゲのおっさんなんだから、あんなもんつけてたくないと。そんな可愛さアピールはもういらないということで、スーパーマリオに戻りました。そうですね、まあちょっとね、尻尾マリオの P メーターはちょっと特殊なんですよね。1回溜まってからジャンプしてしまいますと、256フレーム後に P メーターの解除がされてしまうという特殊な効果があるので、基本普通に進むときは P メーターが維持できる、スーパーマリオもしくはファイヤーマリオでいくという感じです。なので序盤はだいたいファイヤーマリオがメインになってきますね。なのでせっかくの新要素の、尻尾マリオなんですが、あまり活躍の出番がないのが、このゲームです。さあそして強制スクロール面ですね。ここなんですが、基本は、やることはあまりない面なんですが、最後の最後、実は P メーターが溜まる場所があるということで、貪欲に P メーターを貯めて P ダッシュをしていくと。まあ、そうするとこのステージはね強制スクロール面なので、そこまで、タイムは短縮できるわけではないんですが、いわゆる土管を出た後ですね。で今待機しております、待機しております。さあしっかり P ジャンプ、そしてここで P メーターを維持する儀式が始まります。謎の動きが、これは P メーターを維持するための動きです。さあそして入ってちょっとでも P ダッシュをすると、もう本当0コンマ数秒の時間を稼いでいきます。今すっごい緊張しました。そうね、あそこまで前振りして失敗したらなかなか悲しいものがありますからね。さあなのでそうですね、やはりこの辺から本当に P メーターの管理が本当に繊細になってきますので、その辺にぜひご注目くださいといった感じになってきます。それと先ほど言った通り、そのアイテム持ち替えですね、まあ、まだこの辺は本当ファイヤーマリオでいいんですが、先の方に行きますと本当にスーパーマリオ、尻尾マリオなどを巧みに変えていく形で、今も、ちょっとね、時間を短縮する技を使ったんですが、地味すぎてわからないやつですね。いわゆる水に入るのをすごくスムーズに入るというやつで。さあそしてその後は、まあ、プクプク焼きつつ上を泳いでいって、上を泳いでいってと。さあまあこの辺がちょっとね、まあ難しくはあるんですが、まあ、それでもまあまあまあ舞場さんなら大丈夫でしょうと。さあここでブン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 ですね。ブンブンはファイヤーボール5発もしくは踏み3発ですね、で倒せる、敵となっておりますので、基本はファイヤーボール5発で倒す相手となっております。さあブンブンボールをゲットして、砦で2もクリアいたしました。そして3の8ですね。さあここデカプク、デカプクプク、正式名称忘れちゃいましたけど、がいるっていう貴重なステージなんですが、すぐ倒されてしまいます。悲しい、悲しい生き物、やはりマリオ悲しい生き物が多いですからね。特にマリオ3は本当悲しい生き物が多いですよね。クッパに魔改造された謎の生き物たちがいっぱいいるんで、
あの謎のバリエーションいっぱい作られてて、あの1年戦争後期のジオン軍のモビルスーツみたいになってるんで、あの大変なんですよね本当に。マジでこの面にしか登場しねえなみたいな雑魚敵がいっぱいいるんでこのゲーム。さあワールド3の9に、移っていきました、ここは1マスジャンプを決めれるかどうかですね。さあしっかり決めてきました。あそこの1マスジャンプをしっかり決めて、さらに H 抜けですね、小文字の H 抜け、小文字の H の配列になっているブロックのところを、通っていくので、まあ、誰が呼んだか H 抜けと呼ばれております。このあと大文字の H も出るんでね、このスピード56の中その H をぜひ見つけていただきたいと思います。さあ3の9もクリアいたしまして、これでボス面ですね、お城に行けますねようやく。さあ土管を入ってお城の方に移っていきます。さあ今度の王様はちょっと日本っぽいマップですが、あ、カッパですね。やっぱり日本っぽい生き物に変えられてるんですね。カッパに変えられちゃったよと、はい、まあ、さっきの雲よりは幸せじゃねえかと思うんですけど。さあそして飛空船と、はい、一応あのさっきのキャラはマリオ3に実在するキャラ、はい、キャラでガボンって言います。なるほど、さすがマイバさんの補足情報が助かりますね。さあまた飛行船に乗っていきます。なんでコクッパは飛行船に乗ってるのかは謎なんですが、まあなんかコクッパは結構他のシリーズ見ても乗り物好きっぽいですからね、きっとそういうことなんでしょう。さあ、まあ、コクッパも、マリオ3から登場した、クッパ以外のボス敵という感じなので、まあ、マリオワールドなどにも引き継がれる、設定なのでね、もしよろしければ各、ね、コクッパの名前を覚えて帰っていただければと思います。ちなみに、3面のボスはウェンディちゃんですね。多分ちゃん女の子だと思います。そうですね、ウェンディちゃんです。ただウェンディちゃんはそのパターン化されたコクッパの中でもちょっと厄介な部類ですね。パターン化してるので基本は、即倒しでいけるんですが、ちょっと倒すのが、まあ、ちょっとねファイアボールの当て方とかをミスってしまうと結構厄介な敵となっております。なのでここはサクッと倒したい。さあサクッといきましたね。輪っか投げてくるんですがね、 ありがとうございますありがとうございます。ここまで拍手がなかったから不安になっちゃいました、ね。まあ、なかなかマリオ3拍手する瞬間よくわかんないんですよね。そうなんですよね、拍手してる間に次のステージとか行っちゃうんで、そんぐらいスピード感がね、なんかすごいテクニックなのかなんだかわからないみたいな。まあただね、今後ね、RTA in Japan をご覧になっている皆様も大好きなね壁抜けとかもできますんで、ね、ぜひそこまでねお付き合いいただければと思います、はい。さあ人間の姿に戻ったらちょっとあれですね、マリオっぽい人ですね、はい。さあマリオっぽい人になって、今度ワールド4ですね。さあワールド4はどのようなステージでしょうか。各ステージ特色がありますが、さあ4の1いくとこれですね、ビッグスモールアイランドでしたっけ。まあ要は敵が大きくなってます、まあ、だからなんだっていう話はあるんですが、まあここもしっかり P メーターを維持してドカンインと、まあ先ほどもちょっと言いかけたんですが、横のドカンに入るときは基本ジャンプで入るのを徹底しております。これはですね、ちょっと P メーターの仕組みに関わる部分なんですが、 P メーターの40サブピクセル以下だ、39ピクセル以下か、サブピクセル、あ、ここちょっとテクニックですね。今のこの子を踏んでファイヤーで倒しました。そうすると本当はさっきの土管にパックンフラワーがいるんですがいなくなってます。スプライトオーバーですね、スプライトオーバーでパックンを消すことによってスムーズに、進められるということで、こちらの土管も横土管なんでしっかりジャンプで入っていきます。土管に入る前にどうしてもあの速度が39サブピクセル以下に落ちてしまうので、そうするといわゆる先ほど言ったその P メーター維持ができなくなってしまうんですね。ところが空中判定だとあの、はいはい、なんですか、大丈夫なんですよ、 P メーターが維持できるんですね。まあ単純にそんくらいで理解していてもらえればいいです。だからで基本は土管にはジャンプで入りますよというのが、マリオ3の基本ルールとなっております。さあこの辺も気持ちいいステージですね。ファイヤーで焼きつつ P ダッシュで駆け抜けていくと、美しいですね。そうですね、今のとかも結構難しいんですけど、はい、前場さんは普通に配信であれやってるんで誰も褒めてくれないんで悲しい気持ちになってます。たまには褒めてあげてください。さあそして4の砦1に行きました。ここはスターを使っていきます。マップアイテムのスター使っていきます。このスターを使って抜けていくんですが、スターを使ってる意味があまりない。これです、今見えましたか、あのろうそくの敵、ウォークという敵なんですが、あそこ角を抜けるときに被弾する時があるんですね。うまくやると被弾しないんですけど、被弾しちゃった時のための保険としてのスターです。あのドスを倒すためとかじゃないです。さあそしてここ、海面に入りますね、ここは上を通って
ここは最速パターンで行きたいところなんですが、最速パターンで行けてる感じですかね。これは行けてます、行けてますと本人が言ってるなら間違いないでしょう。こう最速パターンで行くと最後もスムーズに入れます、はい、だからこれがちょっとでもタイミングが遅れていたりすると最後の、パイポですね、ジュゲムが投げてくるパイポが、運ゲーになります。なのでここはしっかりマイバさんがしっかり勝ちました、最速で。さあそしてここはブロスを処理していきますね。さあステージ4まで、ワールド4までかなりブロスが素直な挙動で助かっております。本当ブロスと向き合うゲームなんでね、ブロスが10秒間ぐらい動き止めない時とかがあるんで、さあファイアボール一発でしっかり仕留めていきます。なんでブロスと向き合うゲーム、実際前場さん以前配信でブロスがなんか20秒ぐらい止まんなかった時ありましたよね。そうですね、ブロスが止まってからじゃないと動けないのでね、はい、さあブロスをしっかりここで3匹処理、さらにピーハネもゲットと。さあそしてここで4の6ですね、4の6に入っていきます。まあ、4の6も基本は走り抜けるステージなんですが、パックンフラワー焼いて、クリボー踏んでパックンフラワー2個焼いて、ノコノコ焼いて、焼いてノコ、パタパタ焼いて、パタパタ焼いてと、綺麗です、美しいです。さあ、これで4の6ですか、クリアしております。4の4でした、すいません、はい、そして4の5ですね。さあこちらも、基本は、先ほどと流れは一緒です、 P メーターをとにかく貯めます。ちょっとたまんなかったですね、あそこうまくやるとたまるんですが、しかしまあその後の、対処法というか、ちゃんと保険のルートも、チャートも備えておりますので、安心安全の、マイバプレイということでクリアしていきます。本当にちょっとしたことで P メーターがたまらなくなってしまうので、P メーターがたまらなかった時の保険をかけておくというのも、マリオ3の RTA においては重要となっております。さあ今のは、階段でうまく1段目をね引っかからないで踏むと 最上段まで一気に飛び越えられるという地味な 1マス踏みを見せております。そしてブンブンをしっかり倒してブンブンボールゲットと。さあここまでかなりスムーズな感じはありますね。さあ砦をクリアしました、4砦2ですね。さあそしてお城、そうですね、4面ワールド4はなんとそうですね5面までしかないんですよね、4の5までしか、先ほど3はね9面まであったんですが、さあそして怪獣に変えられてしまっております。今度の王様はさあ何の生き物に変えられてるかっていうのがなんかあるんですかね、本当に変な生き物に変えられたら本当たまったもんじゃないんですけど、さっきの人もねまだ日本だからカッパでよかったけどね、なんか一旦モメンとか塗り壁じゃなくてよかったなと思いますよね少なくともなんか一般生活は遅れそうですからね。さあ前場さん、ここまでのプレーどうですか、自分で採点すると。いやちょっと噛み合いまくってます噛み合いまくってるめっちゃいいプレーできてます、すごい嬉しいです。これ怖いですね、はい、後半怖いですね、後半ねしわ寄せ来ないように頑張りたいと思います。まあ、前場さんというか、はい、まあ、マリオ3の RTA 奏者曰く6面まではワールド6までは茶番って言いますからね、すべてはワールド7にかかってますからね、ワールド7を万全に迎えるためにワールド6のまでの茶番をしっかりこなしていくというのが、はい、マリオ3の RTA になっておりますので、さあ、まあ、茶番って言ってるんですけど、まずこのプレーできないんです本当に1マス踏みとかを本当にもうなんかさらっとやってるんでできそうな気がして、まあ、なんかおかしなことになってましたけど大丈夫ですか。今のは多分気のせいだと思いますマリオさんが空中歩いてましたけど大丈夫ですか。大丈夫です。さあ なんかねたまに謎のバグも見せてくれるんでね、はい、マイバさんのサービス精神に震えてください。さああと強制スクロール面やることがないので、たまに DJ マイバが登場するときがありますねマリオ の判定するのキュ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 音とファイヤーボールを投げる音でサンプラー代わりにして非常にダブでクールなミュージックを作り出す時があるのでDJ マイバのプレーに、ね、ぜひご期待していただきたいですね今後。さあボス戦ですね、今回は4面は、これは誰だラリー、あ違う、こいつはイギーですね。しっかり、倒していきました、はい、イギーさんです。イギーとラリーとレミーが分かりづらいんですよね。そう分かりづらいですね、はい、あとマリオワールドと登場の順番が違うので、そうですね、一面だからイギーとか思ってるとマリオ3は違いますみたいな感じになるんですよね、はいはい、さあ変身が解けてもなんかちょっと生き物っぽい感じの王様ですがなんかちょっとゴリラっぽいですね。
さあしかも上半身裸ですね、これは裸の王様ってやつですね。これ大丈夫ですか、これ YouTube だったらバンされませんちょっと乳首映ってましたよ。そうですね、アップロード時に、アップロード時に注意しなきゃいけないやつですね。さあ5の1です。さあ5面に移ってきました。ここも P メーターためが非常に難しいところなので注目していきたいところ。ここのブロックを踏まなければいける。さあいった。いやあのですね、本当に文章で説明しにくいテクニックなんですがもうやってくれとしか言えないですねまず P メーターたまりません今の。さあそして5の2になります。ここはここで落ちていくときに音符ブロックを踏みたい、踏んで 上ルートを選んでいきます。ここですね、あっと被弾してしまった。これはちょっと想定外ですね。しかしまあこれはやっていくしかない。マリオ3はやはりミスと向き合うカテゴリーですからね。まあそこ下に行くとですね別ルートが存在するんですが、まあ単純に下に落下する時間がもったいない&異常に難易度が高いステージということで、ここはもう上を選択してくださいと。なので一般プレイをされている方も上をぜひ選んでくださいということで、音符ブロックちゃんと踏んであげてください。音符ブロックはみんなの味方なんでね、しっかり踏んであげてください。さあそして5の3に移っていきます。さあ5の3はですね、靴マリオが登場するステージです。靴マリオになりません。靴マリオが靴が通り過ぎていく。靴マリオにはなりません。さあここでしかなれないマリオなんですかね靴マリオさあ靴マリオにはならずに、これが RTA 新要素なんか知ったことじゃないと。さあそしてファイヤーをここでゲットですね。本来でしたら、序盤ファイヤーマリオですと、まあ、ちょっとね、いろいろテクニックがあったりはするんですが、ここはファイヤーを取って、クリアへと向かっていきます。靴マリオさようなら、もう二度と会うことはないでしょう。さあそして次が、5の塔ですかね。塔1に行くのかな、砦に行きますね。砦ですね、はい、5の砦、あ砦が先か、すいません、ね、さあ5の砦1ですね。ここは、まあ、P メーターさえ貯めれば簡単と前場さんが言ってました簡単だって前場さんが言ってました。簡単らしいです。はい大丈夫です。簡単です。皆さんもぜひご家庭でお試しください。簡単です。前場団です。過去前場団ってつけておいてくださいさあ大通りでも破壊して、さあここでブロスを処理しつつ塔に向かう感じですね。さあブロスもファイヤーマリオなどで楽々と、ハンマーブロスもしっかり、そして P ハネもゲットですね。やはり、マリオ3の RTA において P ハネ非常に重要なアイテムですので、しっかり欲しいですね。まあ 100% なので絶対手には入るんですが、無駄遣いしたくないアイテムですね。 P ハネと、そうですね、スターは本当無駄遣いしたくないですね。さあそして5の塔に移っていきます。ここ、マイバさんのちょっと土管印をにご覧いただきたいですね、ここは上に登っていくステージですね。この土管印が6回繰り返されます。これがですね P メーターを維持しつつ、土管にしっかり入っていかなければいけない、この土管なんですが、キャラクター的にはね、あの2キャラ分ぐらいの判定があるんですが、あ大きさなんですが、実際に入れる入り口が 1.5 キャラぐらいしかないんですね。なんで、スムーズにインしようとすると引っかかってしまうことが多々あります、でそうすると P メーターも切れてしまうので、当然タイムロスにつながるということで、6本の土管を入るのを難なくやってるように見えますが、これも非常に難しい。スムーズに入っていきました。いやだから本当ね、前場さんのテクニックがねスムーズすぎてね、すごく見えないんだよね。さあ今空中を歩きました、あれね、回転床ね、回転する床はなぜか残りがが残っていて、あの空中踏めます。なんかいい香りが出てるらしいです、あの回転床。前場さんが言うには残りがだって、はい、残りがです。僕はあのカイジの鉄骨あたりのあの透明の床だと思ってるんですけどあの前場さんは残りがだって言ってたんで、回転床はいい匂いがします。はい、さあそして、こちらもあれですかね、 P が溜まれば簡単系のステージですね。ですよね前場さん。さあ P が溜まりました。そして1マスジャップOK です。簡単か、はい、はい、クリアですね。まあ、でもそんなね、前場さんでも P メーターがたまれば簡単とは言わないっていうステージが今後いっぱい出てきますんでね、ぜひご注目ください。あさあそして、あちょっと長距離移動しました ね、危ないですね。さあ前場さんのプレーを楽しんでいただきました今さあそしてここパタメットですねクッパに改造魔改造された謎の生命体シリーズその1、パタメット、ここの面でしか登場しません。悲しい生き物たちです。そう、しかも言うほど強くないっていうね、足場にされるだけという本当に悲しい生き物ですね。さあそしてなぜかここにパタパタが1匹だけ登場しますね。
さあここの強制スクロールステージは本当にやることがないので DJ プレイを楽しむ前場さんがお楽しみできいただけるかとうめえな本当奏でてきますね。さあそしてケロンパですね。ケロンパも立っているだけで勝手に突っ込んできて死んでくれます。さあかなり、DJ 前場のプレイに癒されて最後ちょっとジュゲムがいるけどお構いなしでクリアと。さあ5面まで非常に順調に来ております。さあ次が、5の7に行きますかね。ですね、5の7ですね。さあここも P を貯めれば簡単系ステージなんですが、これですね、あのブロック豆クリボーという敵を豆に踏んでいきます。これはラグを消すためですね。ブロック豆クリボー非常にラグの原因となる相手ですので、豆に踏んでしっかりラグを消していくと。あの本当ラグで平気であの1秒ぐらいロスが出るゲームなので、この辺のねラグ消しのなんか遊びでやってるように見えることでも実はラグを消すためにやってますというのが多いです。さあここですね、ゴトリデ2、実はここ壁抜けができるステージなんですが、壁抜けを失敗するとマリオが溶岩の海に落ちてしまうのでやりません。後でねなんか配信とかでご覧になっていただければと思いますやはりねイベントで投資で走るとなるとちょっとなかなか狙えない部分なので、あのミスってもね、まあ、ちょっとしたタイムロスで済むならいいんですが、溶岩に落ちてしまうとシンプルにお亡くなりになってしまうので、マリオさんがあのねあのミニマリオになるとかぐらいだったら全然いいんですが、さすがにちょっとねこれは試せないということで、まあそこもしっかり、クリアしていきました。さあそしてここも基本は駆け抜けてジュゲムと追いかけっこをするステージです。さあそしてちょっとジャンプをしてしっかりジャンプインで土管に入っていきます。そうですね、まあ、先ほどちょっと言いかけたんですが、 P メーターはその P メーターを切れる判定というのがいくつかありまして、まあ、その中の一つに、39サブピクセル以下で、足場に乗ると、まあ効果判定が始まると、P メーターを下す判定が始まるんですが、その16フレーム以内ですね、16フレーム以内にもう1回、40サブピクセルまでスピードを上げれば P メーターが切れないという感じになっているんですね。さあそしてここ数少ない、斜め上に強制スクロールするステージとなっております。ここは DJ マイバのプレイを楽しんでいただくステージですね。美しいですねあのサンプラーを叩いてる DJ ですね。これは完全にいいですよ。あ、ケロンパがなんかなんでね、まあ、ちょっとしたね、クラブ気分も味わえると、まあ、こういうご時世なのでね、なかなかクラブに行くなんてこともできませんので、ぜひとも RTA in Japan でね、この DJ マイバーのね、ダブなプレイを楽しんでいただければと思いますね。さあ、そして土管インと。はい、クリアです。さあ、ここら辺はそうなんですね、5面は割とワールドコア、後半に簡単なステージが集まってるみたいなイメージなんですよね。そして、ここでボス戦に入ります。今度は鳥ですね。鳥に変えられてしまっています。でも、飛べるのはちょっと幸せなんじゃないかなと思いますよね。やっぱり人間生きているとどこかへ飛んでいきたいときってあるじゃないですか、まあ、だからって鳥にされっぱなしも困るんですけど。さあそして飛行船に乗っていきます。さあまあ飛行船ステージはやることがないので DJ プレイを楽しみたいんですが、やっぱりクッパさんはあの基本マリオの嫌がらせをしてくれるので、あの BPM を下げてくるんですね、曲の BPM を下げてくるので DJ プレイが楽しめないんですね。なのでここはちょっとね落ち着いて、まあなんでね、あの本当だったら飲み物とかをね補給したりしながらやるのがちょうどいいステージかなという感じになっております。まあ、あのバーカンですね、バーカウンターで、まあ、飲み物を飲んでちょっとゆっくりするシーンです。さあそして、こちらの、コクッパですね、コクッパがロイというコクッパになります。こちらのコクッパも当然のようにパターンが組んであります、もうすでに。なので、敵の行動パターンは分かってるんですが、コクッパである意味一番悲しいコクッパかもしれませんね。まあ、それは見ていただければ分かるんですが、さあ土管に入っていただくとロイがこの段差が上がってこれない、この段差が上がってこれない、階段が上がれない猫を見るかのようですねはい、クリアです。そうですね、本来はあの段差は上がってくるんですが、パターンを組んでるおかげで段差上がってこれないんですね。なのでそこにファイヤーボール10発ということでロイもしっかり撃破していきました。さあそして舞場さんが言うとこの茶番の最終面が来ましたよ、はい、6面頑張ります、頑張ってください。
ここまで自己採点なんて言うんですか、このワールド語でだいぶ落としちゃいましたね自己採点落ちちゃいましたね、はい、まあまあしかしまだ致命的な、ね、タイムロスにはつながってないので、まあ、ファイヤーマリオを、ね、ちょっと被弾しちゃったぐらいの感じだと思うんで、さあここから6面ですね。6面はちょっとあの床が滑るステージとなっておりますが、まあ、基本はもう P ダッシュでガンガン駆け抜けていくんで関係ねえと。さあ飛んで、さあここではねパックンフラワーすら焼かないというね、本当に飛んで終わるステージです。ちなみに先ほど P メーターの話もちょろっとしたんですが、 P メーターは、空中判定というか、足場に乗らずに256フレーム経過すると、P メーターが切れてしまいます、というか、まあ、P メーター降下、してしまうんですね。ちなみにあの敵を踏んだりあの音符ブロックを踏むと、あれ実は足場じゃないやつかね、この音符ブロックですね。しかも最初あれご覧になっていて気づかれたか分かりませんが、2個踏みましたね。2個踏むと飛び越えられます。1個だと飛び越えられません。そして1マスジャンプを繰り返していきます。そうなんですね、普段1マスジャンプを強要されているのに急に2マス踏めって言われるのがこのステージですね。なんでちょっとねあのゲシュタルト崩壊を起こす、パターンなので気をつけていただきたいステージとなっております。おっと、あと高速、おっと、長距離移動して、おーい、おーい、ブロスがダブに出てるぞ、まずいっすしかも画面に危ない、いやこれですね、頑張って詰めた4秒とかこれで解けます、はい、これがマリオ3 今多分25、6マス移動したと思うので12秒とか溶かしました今ので溶かしましたね、はい、これがラックカテゴリーと言われるゲームですね、はい、マリオ3がさあまあね、まあ、ある意味イベント向きのシーンだとも言えるんじゃないでしょうか、ね、マリオ3のブロスの怖さが分かっていただけたと思います。ブロスが怖いんじゃないんですね、はい、ブロスが旅に出るのが怖いんです ね、 そうですね。しかも画面に映ってないから何が起きてるか全く分からないんですよね。さあそしてここも強制スクロール面で、越えていきます。いやまあまあまあ、でもマリオ3の、ね、ブロスの怖さもご覧になっていただけたので、まあ、これに関してはね、まあ、ちょっとね記録的な部分では残念ですが、まあ、いいものが見れたんじゃないでしょうか、はい、本当にねあれブロスが30秒ぐらい動いてる時ありますからね、たまにあれって確率なんですかね、動くかどうかは、うんですね。さあワンナップキノコを取っていきます。さあ土管に入って、ここも、ぼちぼち終了ということですね。さあそして次が、砦かな、そうですね、特砦の1ですね。こちら、ここのステージはちょっと見応えあります。さあここで被弾抜けですね、被弾、そしてダブル被弾ですね、もう一回被弾、そしてこの後こさあどうするかと言いますと、ここにあるスターを取ります。さあ先ほど P メーターがなんだとかね、あのすごい繊細なプレーがと言ってたのに、ここに来て急に被弾抜けでスターで駆け抜けるというねゴリラプレーを見せます。さあそして、ブンブンもスターで倒すと。さあしかしこれミニマリオ、スモールマリオになったのは理由ありと、まあ、被弾抜けをして、まあ、楽をするのもそうなんですが、この後の面が、スモールマリオの方が非常に抜けやすい面になっていますので、スモール状態で抜けていきます。まあ、スモールになってもしっかり P メーターはありますので速度は変わらずということで、まあ、やはり当たり判定の小ささがスモールマリオの魅力なので、そこを生かしていきます。ここですね、ここの下を抜けるのはスモールじゃないと無理ですと。ただそうは言ってもやはりスモールマリオはね被弾すると終わりなんで、あの非常に緊張感のあるプレイになります。スモールの方が早いは早いですが、一回当たってしまったらアウトなので、さあ6の6へと行ってきます。さあここもスモールの方が抜けやすいステージになっておりますが、ちょっと被弾リスクが高い、このプクプクですね。まあ、最速パターンで抜けていけば、まあ割と平気なんですが、さあこの辺のプクプクがどうか、まあ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 悪くないんじゃないでしょうか。さあしっかりプクプクを避けていって、パックン裏は避けていきますが、危ない危ない、ここもスモールならではの避け方。さあそしてしかしここちょっと怖い、さらにプクプクもいる、危ないしっかり抜けていきました。さあそして次の面で P 羽を使うと、まあそれもあるのであそこは被弾抜けをしてもいいよという感じですね。やはり P 羽を使う前は結構被弾抜けとかをするパターンが多いです。さあ P 羽を使っていきます。本来はここ迷路面なんですが、まあ当然ねあの RTA 奏者は迷路のゴールを知ってますので駆け抜けていきます。ここを上上がるとプチパックンが1匹いるので、これをパツンと倒して終わりと。
ちなみにこのチャート以外でいくと、あそこのプチパックンが2匹いますので、ノコノコを持っていく必要があるんですね本来は。ですが、このチャートでいくと、スプライトオーバーを起こしてプチパックンが1匹になるので、ノコノコを持っていく、ロスが省けるということになっておりますので、ぜひご参考ください。さあそしてまたもやブロスを処理していきます。こいつかお前か、旅してたのはどいつだ。さあ画面外だったので分かりません、どのブロスが憎いブロスなのか分かりませんが、この2人が一緒に旅してましたね2人旅だった、はい、重なってずっと動いてるっていう、まあはい、4人旅ですかね、まあ、やっぱり4人ぐらいの旅が一番楽しかったりしますからね会話が尽きなかったりしますし、でも旅って旅に行った場所よりも車の中とかが一番楽しかったりしますよねきっと楽しかったんでしょう、まあ、ブロスにも青春がありますよそれは。さあというわけで、こちらも強制スクロール面ケロンパを踏んで倒して、あれですね、ファイヤーボールがないのでちょっとプレイ内容が、 DJ マイバのプレイ内容もちょっと寂しそうですね。スクラッチ音はちゃんとね入るんでねやっぱさあ、まあ、実際この強制スクロール面なんか文字っぽく見えるんですけど、気のせいですかこれ。さあワンナップを取っていきます。マリオが23人になっております。しかし今日ね、本当に前場さん本当事前の練習からめちゃくちゃ緊張しててどうなることかと思ったんですが、まあなんとかここまでブロスの邪魔は受けたりはしましたが、大きなミスなくなんとか来れてるんじゃないでしょうか。まあ、本人的にはねやっぱ厳しい人なんで採点辛めですけど、まあワールドロックは今のところいい感じですね。いい感じですか、はい、あのブロスの長距離移動、ね、旅以外は順調に来てます。さあそして、こちらで、6の砦、に入っていきます。砦さんですね、こちらなんですが、さあしっかり尻尾マリオの飛行を生かして、ここでもう尻尾マリオいらなくなったんでパージしました。尻尾マリオの仕事はもう終えましたと。さあそして入っていきますね、そしてブンブン。まあ、なんで基本やはり尻尾マリオからパージするために被弾というのは、全然あるゲームなので、いわゆる、計算づくの被弾なのか計算づくじゃないのかの判断が見てる側だとなかなか難しいと思いますが、だいたい計算づくじゃない被弾の時は奏者が叫び声を上げるんで分かりますなんで前場さんが叫んだらやったなって思ってください。リアクションでお願いします。リアクションでね。さあ H 抜け、今のでっかい H 抜けですちなみに気づいたでしょうか、マリオといえばね1マスのあの隙間はダッシュで抜けられるんですが、 P ダッシュ中は2マスまで抜けられるということで、今のが大きな大文字の H 抜けとなっておりますね。さあそして6の9でございます。ここも P 羽使っていきます。 P 羽を使って何をするかというと上から行きます。本当は土管に入るルートなのですが、ここは上で大きくショートカットしていきます。まあ、今のはねノコノコもいるんで、多分任天さんが用意してくれたショートカットコースだと思います。伏せはありません、大丈夫です。まだ前場さんは伏せはしてません、まだまだまだ。さあそして6の10ですね、ワールド6はこのゲームで一番長いステージとなっておりまして、ワールド10まで、6の10まで存在しますね。さあそしてここで P 維持の儀式を行って維持していきます。だいたい謎の動きをしているときは P メーターを維持していると思ってください。さあノコノコを焼いてしっかりゴールと本当です、そうですね、あのだいたいマリオが怪しい動きしてたらあの儀式だと思ってください、なんかやってんなって思ってください。さあそして、ここで、砦さんですね、ここなんですが、まあ、ここも本当は結構大幅タイム短縮の、テクニックがあるんですが、まあ、ちょっとリスク高めなのでやらないですね、はい、本当はこのエレベーター面、この上に上がっていくエレベーター面ですね、ここをカットする、壁抜けが存在するんですが、まあ、ちょっとここもリスクが高い、壁抜けなので、まあ、ちょっとね、こういう投資のイベントなどではちょっとやめときましょうというテクニックになってますね。まあ、なんでまたそういうのはね、あの前場さんの配信に行った時にね、ぜひ前場さんやってくれよと言えば、前場さんはナイスガイなんでやってくれます、はい、やってくれます、はい、やります、やります。あ、しかもさあそして今度の王様はオットセイ、アシカですかね、アシカに変えられてますね、かわいいですね。さあそして飛行船へと移っていきます。飛行船あれでしたっけ、ワールド4の飛行船遅いんでしたっけ。そうです。なぜか なんでなんですかね、あれ理由多分ですけど、バーナーを結構多く配置してるので、なるほど、はい、普通に進んじゃうと多分だいぶ難易度高かったのかなと思ってて、ね、はい、普通バーナーついてると速そうですけどね、やっぱり確かにマリオの世界ちょっと違うんですね、物理法則が優しくしてくれます、ね、攻略を前提にね優しくしてくれます。クッパさんちょっといいとこありますよね、はい、
クッパさんツンデレのところありますからね。まあなんですね、あの実はワールド4の飛行船はちょっと動き、あっとなんか悪さしてました悪さしましたよ強制スクロールだから絶対そんな変わらないと思うんですが、はい、悪さをしてきました、はい、あのこの壁抜け全く短縮にならないです、うん、このバーナーを避けられると。そうです、ちょっと楽できるかなっていう、はい、まあ、飲み物を飲むぐらいの余裕が生まれるってやつですね。今のは任天堂さんが用意した道じゃありません、悪さしてます。さあ、あのマイバーバッドガイですからねさあそして、はい、6取りで、じゃあ6面ですね、6面の、敵はレミーとなっていますね。レミーに関してはちょっとねこのボールに乗ってるんで当たり判定が高いんですよね。なんでジャンプしながらファイヤー当てていきます。そしてここちょっとマリオが動いてるの見えますか。これは7の1に向けてサブピクセルの調整を行っております。なんで、あ、すいませんね、ちょっと拍手のタイミング見失っちゃいましたね、すいませんサブピクセルの話でちょっといっぱいになっちゃいました、すいませんすいません。なんで、7の1でちょっと注目ですね。なんでこの辺から前場さんの緊張度が増していきます、はい、さあそしてアシカの王様はもうすでに犬みたいじゃないそうですね、もともと生き物だった説ない、動物だった説ない、これさあなんで犬みたいな王様にがアシカに変えられてました。さあそして7の1ですね、はい、お願いします、よろしくお願いします、お祈りお願いします、お祈りお願いします。いや一発です、これですね、先ほどの、サブピクセルの調整を行ったことによって2フレーム確定で抜けられるフレームが存在します。なので60分の2秒のタイミングを合わせてます。これがね、ちょっと抜けられないといわゆるグッドラックといって、まあ、抜けれるか抜けれんかようわからんというタイミングになってしまうので、この2フレームを作るためのサブピクセル調整を行ったということですね。さあそしてここ攻めチャートでいきましたが、まあ、ちょっと被弾はしたんですがしっかり駆け抜けていきましたね。ここもですね、本当はあの序盤で折り返して P メーターを貯めるというのが一般的なんですが、まあ、攻めチャート、いわゆる折り返さないでいくチャートで、まあ、前場さん本にはやりたくないチャートと。そうですね、であの今の被弾も折り込み済みです。あ、折り込み済みですか、はい、さあなのでこの辺もねしっかり最速チャートで攻めていきます。さあそして、7の、3ですか。さあここも P メーターを貯めて飛んで飛んでパタパタ踏んで、さあファイヤーじゃないんで焼けないのでちょっと注意が必要、しかし中ゲームを踏んでパタパタ踏んでしっかりゴールと。さあワールド7もしっかりかけてみる、まあ、やはりねワールド6までが、茶番というこういうことを言ってましたので7は本当に緊張感があります。さあそして7の5ですね、ここは P ハネとスターダブル使用です。ダブル使用して、あーマジか、これ失敗しまし した。本当ならあそこ壁抜けです、はい、壁抜けをすることによって7秒の短縮を得られるんですが、まあ、ちょっとあのパタパタに邪魔されるパターンがあるんですよね結構。なんで今回ちょっと邪魔されてしまいました、残念ながら、まあ、しかし、まあ、被弾したわけではないので十分でしょう。さあそして、この P 跳ねでいった理由というのがこの後現れます。この最後の土管ですね、ここ本来は迷路面なんですが、この最後の土管を入った後に尻尾で飛んでいきます。これ P メーターが溜まってないと飛べないので、普通の尻尾マリオだと下に落ちちゃうんですよね。で下に落ちるとあの頭の上に隠しブロックがあって上に上がれなくなると、いわゆる最短のルートが取れなくなるわけですね。あそこから上がれなくなって迷路をやれと言われるんですが、P マリオなので P 羽を使っているので抜けられますというステージになっております。さあそしてここ水中ステージ、これお祈りというかまあ運です。このトゲプクですね、プクプクの亜種トゲプクの、出現パターンが完全ランダムです。なのでここお祈りお願いします。長いステージの割にはランダム要素です。トゲプクとさらに、この後、チラシ月相ですね、これは小連れ、あ、チラシ月相ですね、こいつもランダムです。しかもラグの要因になるので、まあ、被弾もそうなんですがラグがすごくなります。まあ、当たり前ですよね、敵4体投げてるわけですから。なのでなるべく上の方に行って、月相を、消していくと、まあ、月相の動きのパターンが2種類ありますので、まあ、その月相の動きのパターンを見極めて最適な動きを取っていくというのがこのステージの攻略法になります。なのでここに関しては本当完全ランダム、そしてここで2匹、あ、これは逃げてくパターンのチラシゲストなのでこれ楽なパターンですね。いいですね、どっちも消えてくれました、はい、どっちもマリオの向きに依存するゲストでしたね、はい、向かってくるゲストと逃げてくるゲストがいるんですね。そうですね、
後ろ向くと追ってくるみたいな、はい、なんで2匹ともそれだったので簡単に消せてよかったですね、はい、初めて見ましたこのパターンびっくりしました。確かに配信でもあんま見たことないですもんね、はい、あれだいたい散らされてますもんね。そうですね。さあなのでトゲプクがまだちょっとね怖いんですが、ここはしっかり大丈夫ですね、はい、さあここでねいいステージ引いてきました、よかったです。さあそして、次はパックンステージに行くのかな。さあ土管に入って、そうですね、パックンから先に行きます。まあ、ここに関してはもう本当にアイテムがもらえるステージという扱いなんですが、まあ、本当はちょっとスターを使いたいステージなんですね、走者的には。まあ、実際使う走者の方もいらっしゃるんですが、スターを使いたいんですが、スターの使用個数当然限度がありますので、前場さん的には一つ残しておきたいというのがあるのでここでは使いません。さあそしてまた砦に入ってきましたね。でここも本来は迷路面なんですね。しかしゴールが分かってるんで飛んでって終わりです。本当は迷路を楽しんでタヌキマリオになる面です。タヌキマリオになる面なんですが、なりません。さようならタヌキマリオ、もう二度と君と会うことはないだろう。いや会ってねえわそもそも。そうですね、 RTA だと残念なった。 RTA だと、はい、そうですね、タヌキスーツを見る機会はなかったですね。やっぱりヒゲのね、ヒゲの男性が着ぐるみを着てるのを見ても楽しくないですからしょうがないですね、それは。さあそしてここは尻尾マリオで上を抜けてショートカットとサクッとゴールしていきます。さあここまでは斜面かなり、波乱もなく来ている感じがありますね。さあ、上抜けで終わって、さあこちらですね、7の8ですかね。次は7の8からいきますね。さあここはまず最初にここで被弾して尻尾マリオ捨てます、脱ぎ捨てます、尻尾はいらんと。そしてスターで一気に駆け抜けていきます。さあしかし、そうですね、スターになって P メーターを貯めてしっかり飛んでいきます。ここも抜けていきます。さあクリアと。最後のねパックンフラワーでちょっと被弾しちゃうパターンも、あるんですが、ちょっと遅れると被弾したりするんですが、最速パターンだったので被弾せずということで、そしてここでまた P 跳ねで、尻尾マリオになります。そしてここも上から行きますね、上から行った方が早いんですと。なので P 跳ねなので常に P メーター溜まりっぱなしということで、駆け抜けていってブロック投げて、ブロック投げて、ここもまあ迷路なんですが駆け抜けて刺して被弾でもういらんと。あっとここの壁抜けは失敗したのですぐ、リカバーですね。本当はそこ壁抜けがあるんですが、壁抜けで、確か4秒ぐらいの短縮とかかなになるんですが、まあまあまあ失敗したらもうさっさと割り切った方がいいということで、クリアしていきました。さあファイヤーマリオに戻ってクリアと。やはりこの辺からね、斜めあたりからこの着替えが忙しくなってきますね。常に、尻尾マリオとファイヤーマリオ、スーパーマリオを切り替えながら行くという形になります。さあそして7取りで1、さあパックン焼いて、パックン焼いて、さあここがここもね本来は、どうなんでしょうね、迷路で、ここもねタヌキ、あここ7取りで2でしたか、すいません、まあここファイヤーでパックン焼いて進んでいきます。さあカロンを踏んで P メーター維持する動きをしっかり知ってしゃがみ抜け、この辺も難しい。そしてブンブン、そしてここもブンブン倒した後にサブピクセル調整を行います。さあ運命の7の7がやってまいります。はい、これ理由があります。サブピクセル1回だけあります。1回だけチャンスあります。さあ儀式始まります。儀式をして、あ残念でした、残念でした、お疲れ様です。まあ、あそこ本当は壁抜けができるんですね。壁抜けするとかなり大きい短縮、25秒近い短縮が図れるんですが、はい、いかんせん本当に難しい壁抜けでして、1時間の配信とかで練習してると本気で30分ぐらい過ぎたりとか、タイムオーバー、この面がタイムオーバーしてしまうのも当たり前みたいな壁抜けなので、まあ、1回ねとりあえずチャレンジをしてみて、ダメだったらすぐ切り替えましょうというところですね。なんで壁抜け見たい方は前場さんの配信へぜひお越しくださいということで、よろしくお願いします。入り口と出口が同じ部屋なので、そこで25秒短縮となります。25秒短縮なんでね、はい、なんで7の7はね、いや7ワールド7は本当になんだかんだで結構短縮量の大きいステージなんで、本当ここまでが茶番っていうのが本当に分かるステージなんですが、はい、さあそしてここでまさかの7面の最後でキノコがもらえるというね、今更すぎますね。これは本当のクッパの嫌がらせだと思いますね。あーしかもパックンフラワーに変えられてる。一番悲惨かも、雲とどっちが嫌かなぐらいの勢いですねこれは。
さあそしてまたもや飛行船ですね。今回の、7ボスは、ルドウィックという、コクッパになってますね、一番名前がかっこいいコクッパでおなじみのルドウィックさんですね。さあとはいえ、まあ、基本やることは一緒なんでもうすでにパターン化されてますなんでね、こうやってさあなんでもうね、8面近づいてきてましたんで、最終面近づいてきましたんで、マイバーさんとしてはここでちょっとね、精神集中というか決めたいところですね。まあでもそうですね、1回ちょっと危ない被弾とかはあったりはしましたが、それ以外に関しては、まあ、割とスムーズに来てるので、予定タイムも結構いいタイムでいけそうですね今の感じですと。まあ鬼門、本当7面が本当に鬼門すぎるので、まあ、あとは7の1はね壁抜けできてるので、7の1のその短縮量自体は、壁抜けの短縮秒数自体はそんなに大きくないんですが、その後の展開を考えたときに、あそこがその7の1を壁抜けできないと、まあ、実質50秒から1分ぐらいのロスが発生するので、まあ、7の1は またなんかやってるまたなんか空中歩いてる本当ね、マリオ3は結構ねそういうね全く短縮につながらない謎のテクニックがいっぱいあるんで、ありますね、あの上の土管に下から入るみたいなものとかもありますからね前場さんのね、そうね、サービス精神でどうでもいいテクニックを見せてくれますまあでも本当強制スクロール面基本やることないですからね。そうですね。さあなのでルドウィック戦を迎えて、そうすると最終面になりますというところで、なんでもうマリオ 3RTA も大詰めとなってまいりましたね。今ちょうど1時間を超えたところです。皆さんね、長く長い間お使いいただきね、本当にありがたい限りでございます。まあ、やはりマリア 3100% と言いますと、やっぱり1時間10分から15分ぐらいはかかってしまうカテゴリーなので、しかもこのね、スピード感をこの1時間維持し続けるマイバさんにがね、本当に大変なカテゴリーなので、走者が大変なカテゴリーなので、さあ杖をゲットして7面クリアです。さあここでね、ちょっとクッパ戦が始まる前、まあクッパ戦もすぐ始まらないんですけど、いわゆる8面ですね。さあこれで、全ての杖を取り返して、よかったねと、平和が訪れましたと、よかったよかったと、ようやく平和がやってきました、この世界にも、よかったねマリオ、頑張ってくれたよ、ようやってくれたでと。ところが、あ、なんかピーチ姫から手紙来てるよと王様が言っておりますね。まあ、いつも来てるからなと思ったら、あれピーチ姫からの手紙じゃどうもないっぽいと、実はピーチ姫がさらわれてしまいましたと。まあ、ストーリー設定的に言いますと、基本はその先、最初に言った通り、7本の魔法の杖を盗んだ何者かがこう悪さをしていると。なんでそれを、取り返していくという物語なんですが、まあ、そこで、ね、クリアするたんびに実はちょっとピーチ姫が、手助けしてくれてるんですよね。なんでクッパがピーチ姫いい加減にしろよということで、7面が終わる前に実はさらっていましたと。なのでこの8面はピーチ姫を救出するためのステージということになっております。さあちなみにこのね、今ね強制スクロールステージなんで、マイバさん遊んでるように見えるんですが、実はあのボム兵とかを処理してます。プーとかボム兵をしっかり処理してます。これね、遊んでるように見えるんですが、処理してます。処理しないとものすごいラグの原因になるからです。やっぱボム兵が爆発するときとかにものすごいラグが発生するので、しっかり処理しながらここは進んでいます。なんでマイバさんは遊んでるわけじゃないです。そんな不真面目な男じゃないですマイバという男はそんな不真面目な男じゃないですこの先がものすごくラグが出るところなので、しっかりとラグを消すための動きをします。そうです、暇つぶしでやってるわけじゃないです、はい、これすごいね、遊びっぽく見えるんですけど、これちゃんとラグ消しをしてます。そうですね、マイバ配信の大半の人間は遊んでると思ってます。なんで皆さんだけでも分かってあげてください。マイバ配信 の常連は分かってくれなくてもいい、あの RTA in Japan を見てる人だけは分かってほしい、マイバという男は真面目な男だということを分かってほしい。さあなので戦車ステージもぼちぼち終わりを迎えそうですね。まあ、あの8面は本当強制スクロールステージが多いんですよね。さあそしてここのボスはブーメランブロスでした。なんとブンブンが基本はいるんですが、なぜか最初だけブーメランブロスと。さあそして次は船ですね。船に行きます。船に乗っても基本やることは一緒です。なのであの RTA 走者を早く走らせないぞというクッパの悪意が感じられるステージ構成となっております。さらにあの多分その RTA 走者の集中を切りたいみたいなのもあるのかもしれませんね。これ強制スクロールステージばかりやっているとこう集中が切れてきますからね。まだ先ほどブーメランブロスがいましたが、基本戦車ステージの後には、大体ブンブンがおりますので、
こちらも倒していく感じになります。さあ戦車ステージですね、まあ、ぶっちゃけ本当この辺は言うことないんですが、まあ、この後はね、この後の話しておきますか、せっかくですし、マリオ3の後は、ユーカレイリーというゲームの、RTA が待っておりますので、ぜひ皆さんお楽しみください、バンジョーとカズイのね、まあ、正当後継作といっても過言ではない、ゲームとなっておりますのでね、バンジョーとカズイ好きの方もぜひご覧になっていただければと思っておりますので、この後のユーカレイリーにもぜひご注目ください。任天堂スイッチで2018年に発売されたソフトとなっておりますので、まだ購入もできますのでね、多分購入できますのでね、遊びたい方、見て面白そうだなと思った方はぜひご購入ください。はい、ブンブンが来ました。はい、ブンブンファイヤー5発で倒しますと。さあ強制スクロール面が増えてくる8面ですが、さあここで船もクリアして鍵が解けてドカン。さあそろそろクッパいるだろうお前と、もういい加減クッパ出てこいよと、なんかあるということで渦ステージですね。ここあー手が出ちゃいましたね、運が悪かったです。ここのあの5つ並んでるマスなんですが、3つステージが存在してますな。で普通にプレイしてるとあそこランダムで抜けられるんですよね。ところがランダムで手が引っ張り込んでくる、いわゆる抜けたくても抜けさせてくれない手が出てきて引きずり込まれるという渦ブロックと言われるものなんですが、これがですね、手が出るとロスがでかいんです。自分で入れるんですよ、あのマスに重なった時に手が出なければ自分で入れるんですが、その方が早いんですね。で今のところ3分の2で引いてるんで運が悪いです。これ3分の3手が出てくると5秒ぐらいロスするんじゃなかったっけ、はい、5秒ロスりました。5秒ロスりました、ありがとうございます、いいの見せてくれますというわけでね、もうこればっかりはね、本当ね、どうにもならないんでね、はい、あの運が悪かったというしかない、まあ、ラックカテゴリーですので、はい、許してください。さあというわけで、3マス抜けたのでここは終わりで、さあ飛行船ですかね。さあ飛行船に移っていきます。こちら実は高速飛行船となっておりまして、普段の飛行船の 1.5 倍のスピードで進んでおります。まあ、見ててなんとなく速さはわかるかと思います。足場の数も、足場の面積も少なくなっておりますし、バーナーも焚かれておりますし、結構気を使うステージとなってますね。やはり 1.5 倍とのスピード、しかし DJ プレイは欠かしませんね。ここは難しいです、やっぱりここは難しい、はい、ちゃんと気をつけてそうですね、ここでうっかりは本当にまずいですからね、はい、うっかりが大体死につながりますから ね、ここ被弾じゃなくて、まあ、なかなか遊んでられないステージとなってます。なのでいわゆる強制スクロールステージの中では一番気の抜けないステージかもしれませんね、ここは。さあそんなこんなでぼちぼち高速飛行船も終わりを迎えます。そしてまたブンブンが降りますと。いやもうさすがにブンブンこれね、もう2匹目とかですからね、そろそろさすがにクッパさんにご登場願いたいんですが、ご登場願いたい、ご登場願いたいが、クッパさんはなかなかね、あの待たせ上手なのでまだ出てこないんですね。しかもなんかレミーラを使わないと見えないステージです。あの松明を持ってるとないと見えないステージが来ました。さあそしてここパックン焼いて、パックン焼いて、ノコノコ焼いてで P メーター溜まりましたね。溜まったんでもう飛んでいきます。パタパタ踏んで飛んで飛んで、パックン焼いてクリアと。さあドラゴンクエストの洞窟ステージみたいなところを抜けていきますが、なんで見えませんが、まあ、当然構造は知ってるので8の2に行きますよと。そして8の2で帰ってまいります。やつが帰ってまいります。みんなのトラウマのもとやつが帰ってまいります。あ俺だよ、俺太陽だよと帰ってまいりました。さあちょっとこれ P メーター切れちゃったんでめんどくさい感じにはなってますが、どうだ、踏んでまた P メーター溜めて、危ないですね、危なかったです、危なかったですね。いやーね、太陽くんね、着地狙ってくるとうまいんですよね。太陽くん着地狩りしてくるんで、着地狩りはしてくるわ、出てくるのは遅い、時間にルーズなんで、多分彼は格闘ゲーマーです、格ゲーマーです。着地を狙ってきて時間にルーズといえば格ゲーマーです。格ゲーマーが言うんだから間違いありません。さあそして、砦ですね、8砦。さあここは P スイッチを踏んで駆け抜けていきます。さあドアインですね、ドアインをしてクッキーをうまく避けます。そしてドアインと、そしてここはしゃがんで抜けていきますね。さあそしてこれが最後の部分だと信じたい、もういい加減クッパにたどり着かせてくれと。
さあどうでしょう、砦をクリアして、まだ土管がある、まだまだクッパは先、さあ最後の戦車クッパ城が見えました、クッパ城が見えてまいりました、最後の戦車面となります。しかしやることは基本変わりません、基本やることは変わりません、まあ、なんでねクッパ戦に向けて、気持ちを整えるといった感じになります。そしてですねクッパ戦が始まる前にぜひ皆さんちょっとお祈りの方をお願いします。マリオ3のクッパ戦なんですが、基本はほぼ9割まあ勝てる相手なんですが、たまにひどいことしてきます。なんでここはちょっとねぜひ皆さんお祈りをしておいてください。今日のマイバさんは引く可能性が非常に高い男なので危ないんで、結構不運な男な気がしますね。今日ねあの渦3分の3引いてるのはなかなかやってる男なので、まあただねあの子連れ月相2匹とかも引いてるんで、そうですね、なんか運の振れ幅が激しいんで、はい、今日のマイバさんお祈りしといてください。この後のクッパ、ファイヤーボールを35発当てて倒すんですがね、まあちょっとまたその時、はい、って感じですね。さあこれが最後のブンブンでしょう。さあブンブン倒していよいよクッパ戦が近づいてきますが、まだクッパ城がありますんでね、クッパ戦の前にさあ鍵を開けてクッパ城乗り込むぞ、うおーと。さあクッパ城と、さあまずはこのレーザーをくぐり抜けて P メーター貯めて、さあ PG しっかりしてます、ジャンプで PG、 そしてここで落ちて、まあ、P メーター切れてしまいますが、またもう一回貯め直しと。さあなかなか貯まりませんが、ここでワンナップで壁抜け拍手してもらえてよかったね、これすごい簡単ですさあぼちぼちクッパ戦の象徴ともいえる炎が見えてきた。さあクッパ登場、 OK ですね、 OK です、これはいいパターンです、OK、そしてここでドアに入ったらタイマーストップです、はい、クッパを倒してマリオがドアに入ったらタイマーストップです。1時間10分目標だったので、そうですね、10分台は、はい、達成できてよかったです。まあ、今の一応説明しておきますと、あ、まあ、その前に入るの見ますか、はい、クリアです、はい、ありがとうございました、ありがとうございました。はい、そしてピーチ姫助けに来ましたよと。そうするとピーチ姫が何か言ってくれますよ、サンキューと、ありがとうと。 But our princess is in another castle、 でも本当のプリンセスは他のお城にいるわ、なんつってって言ってます。はい、マリオジョークです、はい、初代マリオ の、うん、あのキノピオを助けた時の、ね、はい、セリフになってます。空気読めてね女だなっつって、はい、切れる場面ですねはい、お疲れ様でした、はい、ありがとうございました。はい、前場さんどうでした、はい、今日の走りは。はい、プレイングは、まあ、ほとんど完璧で結構良かったなと思います。で、まあ、壁抜けもしっかり決めるところできましたし、ね、決めるべき壁抜けは決めましたね、はい、あとブロスが暴れたり、渦に全部引っ込まれたりと、ね、まあ、マリオ3らしさも全部 ね見えたかなと思います。視聴者向きのコンテンツに、はい、まあ、いろいろ、やられた割にはしっかりと1時間10分出すことが、うん、そうですね、1時間10分台をとにかく出すっていうのを目標にしてここまでやってましたからね、はい、はい、お疲れ様でした。まあ、一応最後のクッパ戦のね、ちょっと説明だけしておくと、はい、クッパが台座に上がってくるときにちょうどマリオと Y 軸があったときに炎を吐くときがあるんですよね、はい、そうなんですよ。そうするともう回避不可能、回避不可能になります。なるので、そうするとそのまま、スモールマリオになって、はい、クッパが床を抜いて倒していくっていうね、いわゆる本来の倒し方になってしまうので、はい、そうするとめちゃくちゃタイムロスということなので、それが起きなくてよかったです。皆様のお祈りのおかげで、ありがとうございます、ありがとうございました、本当に。はい、というわけで無事終わりました。はい、はい、というわけでね、まあ、先ほどまあちょっと強制スクロール中にも言ったんですが、はい、この後は、ユーカ&、ユーカレイリーというゲームの、RTA が待っておりますので、皆様ぜひお楽しみということで、はい、本日じゃあ奏者の、前場さんにもう一度大きな拍手をお願いします。はい、ありがとうございました。はい、以上、実況の方は、私ちくりんが務めさせていただきました。拙い実況で申し訳なく思っておりますが、まあ、皆さんのねお昼のひととき楽しめたらよかったんじゃないかなと思いますので、また何かの時に、お見知りおきをしていただければと思います。本当に今日はお疲れ様でした。ありがとうございました。チャンネルはそのままで、チャンネルはそのままで、ユーカレイリーです。はい、お願いします。